皆さんはクレイジーフロッグを知っていますか？キャラクター自体はピンとこなくても、アクセル F という曲は一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。実はこのキャラクターには意外な歴史があります。ひょんなことから生まれ、企業の CM に起用され、楽曲が一大ブームを引き起こしたクレイジーフロッグ。しかし人気の一方で多くのアンチを抱えたりと、波乱に満ちた人生を歩んでいます。この動画ではそんなクレイジーフロッグの歴史に迫り、詳しく解説させていただきます。ぜひ最後までご覧ください。クレイジーフロッグの歴史は1997年まで遡ります。スウェーデンの学生ダニエル・マルメダルは16歳の時、友達の改造したスクーターの音を真似して録音しました。その音声がこちらです。当時彼らは音声を聞いて涙が出るほど笑ったと述べています。ダニエルの知人がこの音声をネットに投稿し、それをスウェーデンのテレビ関係者が見つけたことで、ダニエルはテレビ番組でパフォーマンスを行いました。そこからこの音声はネットに広がり、様々なウェブサイトで使用されました。2001年の後半にはこの音声が海外版吹いたら負け動画である The Insanity Test でレーシングカーの写真と一緒に使われ、バイラルになりました。ディンディンディディンディンディンバンバババンバンディンバ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 ン。2003年の末にダニエルの友人であるエリック・ウェルンキストというスウェーデン人がこの効果音を見つけ、それをもとに約2ヶ月をかけてジ・アノーイング・シングという 3D キャラクターを作成しました。当時彼はアニメーション会社の求人に応募するためポートフォリオを作成している最中でした。このキャラクターは彼のウェブサイトに公開されましたが、当時効果音の元ネタが何かは分かっていませんでした。公開されてから1ヶ月もしないうちに、ダニエルは自分の声がアニメーションに使われていることを知り、エリックに連絡、声の主であることを証明するために即興で声真似を行い、納得したエリックはダニエルをクレジットに表記しました。 The Annoying Sing はネットで注目を集め、インターネットの最初のミームの一つになったと言われています。これを知ったドイツの企業ジャンバがこのキャラクターの権利を取得し、2005年から自社のマーケティングに使用し始めました。ジャンバは携帯電話の着信音を発売していた企業です。ジャンバで使用される際に The Annoying Sing という名前はクレイジーフロッグに改名されました。エリックは後にインタビューでこの改名が不満だったと話しています。彼曰く、これほど大きくなることを知っていたらそんなバカな名前を許可しなかった、このキャラクターはカエルじゃないし特にクレイジーでもないとのことです。当時携帯電話の着信音の市場はピークに達しており、ジャンバはこのキャラクターを使って着信音を売れば人気になるだろうと考えていました。ジャンバの予想通り、クレイジーフロッグの着信音は大ヒット、推定で1000万ポンドを稼ぎ、会社によれば世界で最も売れた着信音になったそうです。その後ドイツの音楽プロデューサーウォルフガング・ボスは、当時最も人気がある着信音だった映画ビバリーヒルズコップのテーマアクセル F とクレイジーフロッグを組み合わせるというアイデアを思いつきました。彼はドイツのレコード制作チームベースバンパーズのメンバーであるラインハルト・ライスとエリックが働いていたアニメーション制作会社のカクタスフィルムと手を組んで、クレイジーフロッグの音楽プロジェクトをスタートしました。エリックは誰も買わないだろうと思っていましたが、2005年5月23日に曲がリリースされると、彼の考えとは裏腹にクレイジーフロッグ版アクセル F は大ヒット。イギリスでは人気アーティストのコールドプレイが出したシングルを上回る売り上げを獲得し、その後世界中でリリースされると30カ国以上で売り上げ1位を獲得、ネットで生まれたキャラクターがメインストリームに進出した瞬間でした。ちなみに日本では2006年8月9日にダイジェスト版のクレイジーヒッツが発売されています。クレイジーフロッグがここまで人気になったのにはいくつか理由が考えられます。一つはジャンバの行っていた着信音の販売が当時の人々にとって新しいビジネスモデルであったこと、もう一つはクレイジーフロッグが非常におバカなキャラクターでチャートを独占するとは誰も思っていなかったことです。人々は会社や組織に入っていない個人が作った作品が音楽業界を引っかき回したことを面白いと思っていました。現在 YouTube に投稿されている MV は42億回再生を突破、これは YouTube で14番目に再生回数が多い動画となっています。その後もクレイジーフロッグは音楽活動を続け、クイーンの We Are The Champions や WAM のラストクリスマスなど有名なアーティストのカバー曲を制作しました。2009年までに3つのアルバムをリリースすると、どれも世界中で人気を獲得しチャートで成功を収めました。クレイジーフロッグのグッズやおもちゃが作られたり、アクセル F の MV を元にしたレースゲームもヨーロッパで発売されました。最終的にキャンセルされましたが、テレビアニメや映画も制作される予定だったそうです。クレイジーフロッグはその後登場したキャラクターに大きな影響を与えたと言われています。例えば怪盗グルーシリーズのミニオンは変な声、いたずら好き、小さなキャラなど共通点
点があります。またドイツのグミベアやその楽曲もクレイジーフロッグの要素が見られます。どちらも世界中で大ヒットしたキャラクターです。そんなクレイジーフロッグですが、当初の名前であったジ・アノーイングシングが示すように多くの人に嫌われてもいました。2005年2月、クレイジーフロッグの広告を見たイギリスの視聴者がこのキャラクターは下半身が露出しており子供に不適切だとして苦情を提出しました。イギリス広告基準局 ASA はこれについて、そもそも子供向けに作られた CM ではない、広告が表示される頻度は放送局の決定だと苦情に反論しました。しかし最終的にはクレイジーフロッグの下半身にはモザイクで自主規制がかかるようになりました。クレイジーフロッグのアニメーションを制作したカクタスフィルムの CEO シグフリード・セーデルベリはこの騒動に困惑しました。彼曰くクレイジーフロッグが裸なのは赤ちゃんの裸と同じだと思っていたため、このような苦情が来るとは思っていなかったそうです。また広告が登場する頻度が高すぎることにも苦情が寄せられました。2005年5月には1日に2000回以上もテレビで流れ、イギリスの人々はうんざりしていたようです。シグフリードはこれについて、あまりにもこのキャラクターを推しすぎたと後に語っています。またクレイジーフロッグがあまりにもうざかったことから、クレイジーフロッグが死ぬ映像が見られるという謳い文句でファイルをクリックさせ感染させるウイルスを作ったハッカーもいました。クレイジーフロッグは2009年以降活動を休止していました。それから10年近く経った2018年にカクタスフィルムが作者のエリック・ウェルンキストとともにクレイジーフロッグと楽曲を商標登録しました。2020年4月22日にはクレイジーフロッグの公式ツイッターアカウントが作成され、新しいアルバムの制作が発表。2021年12月10日に新曲のトリッキーをリリースし活動を再開しました。現在も新しい曲が作られており、 YouTube の公式チャンネルに投稿された MV は現在1000万回以上再生されています。このように復活後もクレイジーフロッグの人気は衰えていませんでしたが、実は2017年に公開されたビデオドキュメンタリーにおいてウォルフガングボスは復活については否定的な意見を述べていました。クレイジーフロッグが戻ってくるとは思わない、こうしたブームは一度しか起こらないからだ、人々が一度興味がなくなると取り戻す方法はほとんどないとのことです。確かに10年前のキャラクターと曲が今更復活しても時代遅れと感じる人が多いかもしれません。しかし現在はクレイジーフロッグのスタイルと非常に相性のいいプラットフォームが人々に普及しています。それが TikTok です。ウォルフガングボスは2021年に携帯の着信音の需要がなくなった現代にクレイジーフロッグが TikTok で新しいファンを獲得することを期待していると述べました。彼の期待通り、この年には何千万人もフォロワーを持つ有名な TikToker がクレイジーフロッグの曲に合わせてダンスをする動画を投稿しています。ということで今回はクレイジーフロッグについて解説させていただきました。まとめると、1997年にスウェーデンの学生ダニエルがスクーターの音の真似を録音し、彼の友人のエリックがそれをもとにジ・アノーイングシングというキャラクターを制作。その後ジャンバ社が権利を取得しクレイジーフロッグと改名、携帯の着信音を発売すると世界中で大ヒット。さらに2005年にアクセル F のカバーをリリースするとこちらも大ヒットしました。2009年から活動を休止するも2021年に復活し、未だにその人気は衰えていません。今後クレイジーフロッグはどのような展開を迎えるのでしょうか。今回のトピックについて意見や感想などがあればぜひコメントで教えてください。このチャンネルではミームを筆頭に海外のネット文化やネットで起きた出来事などを解説しています。動画が面白かった、ためになったという人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 X と TikTok もやっているのでよかったらこちらもフォローしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。